島村楽器ベース科講師の古舘です。本日のワンポイントレッスンは、スラップ奏法の、ワンポイントレッスンということで紹介していきたいと思います。まずはスラップ奏法、やりたい方もいると思うんですが、こういまいちやり方がわからない、そういう方多いと思います。なので基本的な動作、それを本日紹介したいと思います。まずスラップ奏法、親指で叩いて、しっかり音が出るようにする。それから人差し指、ないしは中指ですね、これで引っ張ってプルの音を出すという形の動きになります。それを、早速ね説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは、親指の動きなんですが、親指の叩き方、スラップってね日本語にすると叩くという意味なんですが、叩き方なんですが、そちらから紹介したいと思います。まずは中指から肘まで、ここを一直線にしていただいて、ここを回す感覚で叩いていきます。この時に人差し指から小指まで、角度的にはこのぐらい、要するに全ての関節が軽く曲がっている状態ですね。で、親指だけを立てていただく、このようなフォームを作っていただくといいと思います。イメージ、動きのイメージ的には、例えば今ここにドラムのスティックがあります。ドラムのスティックを握っていただいて、親指をつけた状態、この手の形、このまま中指から肘まで一本の、ね、軸が通っているようなイメージ、これが動いてます。こういう手の動きになります。この動きをしっかりイメージしましょう。このままここに要するに弦があるようなイメージですね。叩いて当てるという形になります。本日、やるスラップの動きとしましては、振り抜きのフォームという形で、説明したいと思います。親指から、親指でそのまま叩いていただいて、一番太い弦を叩いた後に次の弦に止まるという形のフォームを説明していきます。当たる弦に当たる親指の位置としましては、第一関節から指先の間、ここが当たる。そのまま中指からの、中指から肘までの軸、これをぶらさずに叩く。この時に叩き終わった後に次の弦の3弦、これに止まる感じなので、3弦と指板の上、指板がありまして弦がある、そのちょうど間に親指が入るイメージだといいと思います。この回してる感じです。これをしっかり意識するといいと思います。なので親指を上げた時には、手のひらが自分に見えるようなイメージで弾いてみましょう。このままこうではなく、こういう感じではなく、手のひらが自分に見える、叩く、自分に見える、叩くという形でやっていただくといいと思います。自分はだいたいどの楽器でもこの指板の最終フレットあたり、このあたりを叩いているような感じになります。という形で叩いていきます。この時親指の音がね、こうしっかり出ないなっていう場合、この場合は力が足りないんじゃなくて、速度が足りない場合がほとんどです。例えばゆっくり叩くと、こういった形になったりとか、あとは、叩いた後に親指が弦の上に、こうするともう音が鳴りません。になりますので、必ずしっかり振り抜くというところを意識してみてください。これが振り抜きのフォームのポイントになります。速さ、今ね、速さという話をしたんですが、感覚的には叩いてる瞬間が目で確認できない速さね、当たってる瞬間が目に見えないような感じで、弾けるようになるといいと思います。
リラックスした状態で、叩いてあげるような感じ。例えばリラックスした状態で早く叩く、これなんか矛盾しているように聞こえるんですが、日常生活で言いますと、例えば手を洗いました、ハンカチがない、手を振りますね。こういった手の動きに非常に近いものがあると思います。リラックスしてそのままストーンと叩くような感覚でいけるといいと思います。このまま親指で叩いて、今度は人差し指側で引っ張る、これがプルと言われるものになります。これを説明したいと思います。まずはそうしましたら3弦の3フレット1、2、3フレット、1弦の5フレット1弦の5フレット、人差し指と小指で押さえます。そのままこっちプルの方に関しては人差し指で引っ張る、太い弦の方に関しては親指で叩く、で人差し指で5フレットを引っ張る。こういう動きになります。この時にポイントは、先ほど親指を上げた時に手のひらが自分に見えるようにという話をしたんですが、プルの時の動きも同様です。叩いてひっくり返して手のひらが自分に見えている、この時に人差し指のこの関節、最初に作ったこの関節ですね、この手の形を崩さないようにしましょう。これが崩れてしまいますと、こういう感じのパチンという感じではなく、なよーっとした感じの音になってしまいますので、手の形をしっかりキープしていただいて、手をひっくり返していただくような形、こうしていただきますと、最初に話しました中指から肘までの軸、これがブレないまんま、叩くことができますので、これを参考にしてみてください。1番太い弦の3フレット、2弦の5フレット、この時も同様です。ね、少しプルの時に1弦が邪魔して人差し指が入りにくい、そういった場合があります。自分もね、若い頃、ここのところを、1弦に当たっちゃって、流血したりとかしていました。この時に、どうしたら、スムーズに指が入るかと言いますと、実は親指と人差し指の距離なんです。これが離れてしまいますと、ここにも人差し指があるのでプルの指が入らないんですね。なのでプルがスムーズにいかない場合は、必ずここの親指と、ごめんなさい、親指と人差し指の距離を気をつける、しっかりこの、ね、弦の幅に合わせてあげる、これを意識してみるといいと思います。こっちから見ると、という形でぜひチャレンジしてみてください。はい、ベースの古立でした。